冬の散歩道は、サイモンガーファンクルが1966年に発表したシングルで、現代の医薬は、冬の影廊。アルバム、パセリセージローズマリータイムのためのレコーディングセッション終了後に制作され、アルバムと同時期にシングルとしてリリースされた。発表から1年半を経て、アルバム、ブックエンドに収録される。 B 面、エミリー・エミリーは、パセリ・セージ、ローズマリータイム収録曲。12弦ギターのリフをフィーチャーした、ロック色の強い楽曲。全米チャートのトップ10には入らなかったが、ALLMUSIC.com の評論家、リッチー・ウンターバーガーは、サイモンガーファンクルの楽曲の中でも最も、優れたものの一つで、 優しさと気品でよく知られるデュオによる最も力強くロック思考の強い楽曲と評している。日本では本国アメリカよりも3ヶ月遅い1967年1月に日本コロンビアから初リリースされた。1973年1月には B 面にアイアムアロックを収録した。 独自企画のシングルとして CBS ソニーから発売され、オリコン68位を記録。その後、1988年には深夜バラエティ番組、週刊テレビ工事園のエンディングテーマとして、また1994年には、テレビドラマ、人間、失格例えば僕が死んだらの挿入歌に使用され、CD シングルとして発売されると、オリコン13位に達した。 この時のカップリング曲はオリジナルと同じエミリーエミリー。ありがとうございます。